皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ三段と広井幸喜二段との棋聖戦 FT 予選のハイライトをお伝えしたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。藤井二段の黒番です。まあ、中村三段はいつもの2連生です。でここで結構変わった締まりをしましたね。はい、あまり見たことはない締まりですね。でかかりまして、で二間に開きました。でここでですね、まあここのまあここに打ちましたけれども、まあ三三に入る手もありますね、こう二間の時はね。まあでもここに打ちました。あんま中村三段はあんまり三三に入るのはあんまり好きじゃないですから、序盤から。でかかりまして、ここでまあ、桂馬で受けずにいつものように挟みましたね。で防止しました。でつけて、まあ、ここでですね、桂馬で、まあ、かけていきましたね。で、まあ、ここでですね、桂馬でまあ外しましたね。まあ押していく手もありますけれども、まあ押していくのは嫌だったかもしれません。この石がね、ちょっとずっと押していくと弱くなりますので、ですから桂馬で外しました。でまあここで切りまして、切って伸びて、まあ、当たり打って、で伸びて、でかけ継ぎました。でまあ肩ついて、まあ張って伸びて、でここで隅を守りましたね。しっかりと鉄柱を打ちまして、で結局ここを守りました。結局ね、打ち込まれるっていうのがありまして、守りましたね、ここをね。まあ若干黒がね、ちょっと変則的なその布石を打ったので、まあ若干今は白が打ちやすいかなという感じですね。で滑りまして、まあこれちなみに人工知能の推奨手ですね、これね。でぶつかって、で一間飛びました。まあ一応封鎖を避けたということですね。で押して跳ねましたね。ちょっと果敢な手なんですけれども、別に変な手ではないみたいです。で出て一応ね、で切ってついで当たり打って、でまあ一間飛びました。でここでまあ覗いたんですけれども、いい手なんですけれども、さあここでですね、まあ継いだ手はちょっと甘かったみたいですね、ここでね。でまあ当たり打ちまして、ここでまあ当たり打った手もどうなんでしょうか。まあ当たり打たずに単に竹生に並ぶのがいいっていうことなんですけれども、まあ当たり打ちました。でもまあこの位置は逃げますよね、当然。でまあこすんで、まあこれは一応先手ですから、まあ、逃げて、で一目取りました。まあ、こすんだ手はちょっとこっちの模様を気にしたんでしょうかね。まあ、一目取りまして。で、まあ、この三子をね、まあ、防止したっていうか、まあ、かけましたね。で、これでまあ、そうですね、ここでですね、まあ、すかさずこの三子をね、見捨てた。捨てた手は良かったですね。捨てて大きいとこ行ったのが、これはいい判断だったみたいです。ここに散々入ったのが。遮りまして、伸びて伸びて、で桂馬に打ちました。跳ねついで一間飛ぶっていうね、そういうのもあるんですけども、まあここではこういう風に打ちました。まあ相変わらず互角なんですけれども、でまあ覗いてついで、でここ押さえましたね。まあ大きいとこではありますね、こう押さえる手はね。まあこっちに打つ手も大きいですけれども、でここでまあ桂馬に縛りました。でまあこう打ちここちょっとまあ打ち込みまして、まあこの石は生きようっていうんじゃなくて、まあ利かそうっていう手だと思いますね。で、ここで、まあ守りまして、ここね、伸びて、で、当て込んで、かけ継いで、で、ここで低空飛行しましたね。で、まあ、つけまして、で、ここでつけましたね。で、下がって、で、一間飛んで、覗いて、この時にこっちに打ちましたね。覗きを継がなかったですね。ちょっとこの手がちょっとあまりちょっとよくわからない手でしたね、この手が。まあこっちに地を作ろうということだったと思うんですけれども。まあここ、そんなんであればこっち守った方が良かったですね。この継いで。で、ここです。まあすかさず出ましたね、結局。で、一間飛んでかわしたんですけれども、まあ、割り込んで、ここで、まあ、ここ割り込んだんですけれども、まあ、
こっちから当てました。まあ本来はこっちから当てる手があるんですけど、この手はこうぐーっとこういうふうに来てしまいますので、この場合はこの石が働きますので、ですからこっちから受けましたね。で、ついで、ついで、で当たり打って、ついで、でここでかけついだ手はちょっとどうだったんでしょう。これはちょっとぬるかったような気がします。まあ、ここまでまあそんなに悪手打ってなかったんですけれども、お互いね、このかけつぎはちょっと悪手っていうかぬるかったような気がしますね。ここはやっぱりこの石をやっぱりその生かすなりしないといけなかったような気がしますね。こういうとこつけたりして、でまあこう受けたらこう打って、まあついだらね、まあついでくれるかどうか分かんないですけど、こんな感じで打って、やっぱりこの石をやっぱり助けないと今はいけなかったと思いますね。しかしここで、まあ、ここをついだの、ここをかけついだのは、これはおかしかったですね。これはですね、今現状ですね、この白にここをこう打たれたら、これはこの石が全部取られてしまうんですよね。下がる手はこれ切られまして、ぐーっといかれて、もうこの辺の模様が全くなくなってしまって、多分抜かれると思うんですよね。これが助かっても。で、ここを打たれたら、実質、もう、これはもうここ地ですから、これはまずかったと思いますよ、このかけすぎは。まあしかし実戦はですね、まあ、ここを覗きまして、でこっちを覗きました。で一間飛んで、でここで守りまして、でここをまあぶつかりましたね。まあこう出ていこうという手なんですけれども、まあここで出ましたね。まあ出た手は、まあ、この人はちょっと狙ってる手ではあるかもしれませんけれども、押さえて、でも押さえて、でもこれ押さえた手が実質先手ですからね、こう当たり当たりでね。ですからここでまあ受けないといけないんですね、ここね。でここでここを押さえまして、ここ元からちょっと押さえたかったですから、白はねちょうど良かったような気がするんです。でまあここを当たり打ったんですけれども、まあ一応先手ではあるんですけれども、別になんてことはないですから、でコスミつけたんですけど、まあ伸びまして、でここを結局押さえたんですよね。まあ押さえざるを得ないかもしれませんけど、今は早くここをね助けないといけないんですよね。いけないんですよね、これ。まだここ打たれてないですから、白にね、ここ打たれたらもうアウトです、白に。そういう状況だったんですけれども、で伸びてまたここをね受けたんですけれども、でここでここ打たれて、もう全部こうやって打たれて、ここに打たれまして、これでもうちょっと白がかなりもう小勢になりましたね。これでもうここがどっち、ここを白が打つか、ここを黒がね裁くか、どっちがどっちに手が回るかっていうのが重要だったんですけれども、ここで白に手番が回って、ここ打ってましたので、これではっきりともう白の小勢になりました。でまあついで、まあ下がって、これでもうここ地になってしまいましたね。これ何目あるんですか、一気に。これ20目ぐらいできましたからね、これで。一気に。で、まあこれ跳ねて、まあこれ下がったのはどうなんでしょうかね。まあちょっとぬるいかなっていう気はしないんでもないんですけれども、ただ字的にはそんなに損ではないみたいです。まあ普通はこう押さえるのが普通なんですけれども、まあ押さえたら多分下がってくると思いますね。で下がったら多分受けないといけないと思いますね、ここね。ちょっと味が悪いですから、隅。まあそれが嫌だったかもしれませんね。でまあここに打ちまして、こうこれはもう今度はね、これこう跳ねたいんですけれども、ここをねこうやって跳ねたいんですけれども、こっちに、まああんまり意味はないですね、こっち切られてね。でまあこれね、こういうふうにまあ取ってこうやってね抜いて、これがね死ねばいいんですよ。でもこういうふうに出られたらもう地がすごい損しますので、こうやってねずーっと出られて、でこれ全然これ死ぬ石じゃないので、まあ結局こういうふうには打てないですよね。まあですから結局まあ手を抜いてこっち打ちましたね。まあこっちの模様を広げていったんですけれども、まあ滑ってつけてぶつかって、でここね打ちました。まあいいところではあります。で跳ね継ぎまして、これを今人工知能推奨種ですね、今ね、これね跳ね継ぎがね。で継いで、でまあ、つけて跳ねて伸びて押さえて、でここ最大のとこ行きましたね、今ね。もうここまでの寄せはほぼもう完璧って言ったら完璧ですね。はい、
やっぱり寄せは正確ですね、中村三段は。で、まあ、ここつけまして、押さえて、引いて、で、覗いて、まあ、つけまして、で、ここで受けました。で、出て、押さえて、まあ、捨て石にしようということですね。で、ここで、取りました。この石をね。で、ぶつかって、ついで、で、出て、伸びて、で、跳ねて、引いて、で、当たり打って、当たり打って、抜いて、ついで、ついで、ついで、で、押さえて。で、ここ、打ち込みまし、打ち込んだっていうか、まあ、まあ、真ん中ね、これ、打ちまして。で、こすんで、で、まあ、こう、ぶつかりましたね。まあ、寄せがありますので、今度ね、跳ね継ぎのね。伸びて、で、跳ねて、で、引いて、ぶつかって、伸びて、まあ、一目当たり打って、で、一軒飛んで、ついで、伸びて、まあ、こう二軒飛びまして、で、伸びて、押さえて、まあ、これ先手で打とうということですね、この次をね。で、こう、で、こう打ちまして、で、まあそうですね。まあここまで打ちまして、もうこれでもう寄せがないので、これでもうほぼね、中村三段の勝ちがほぼ決まりましたね。ここではね。で、まあこの碁は結局ね、最後まで打たれましてですね、結局白の中村三段がですね、3目半勝ちしました。まあこの碁はですね、これといった戦いもなく、中村三段が、まあなんとなく打って、まあ普通に打って、まあなんとなく勝ったという感じがしましたね。はい。以上です。